はい、浅次郎です。今回は、国民年金から督促きた、免除のはずやねんけど、なんでやねんみたいな、そんな話なんですけど、日本年金機構からこんな支給確認でね、日本年金機構、物騒なやつ来て、何回なのでしばらく放っとったんですけど、開けたら、国民年金保険料納付のお願い言うてね、こんなん来てまして、要はこういうの、こういう感じでね、何払い込み処置かな、こういうの来てまして、なんぼやら33,080円、お払いなさいと。令和2年7月分から令和2年8月分、それ2ヶ月分よ、こっちはね。で、いい思ってね。確か免除なっとるはずやねんけど、思って。ほんで、すぐこれ、年金事務所に電話して、ほんなら、6月は免除なってますと、っていうことで、ああ、そこでもう、ああ、思い出してね。ああ、せいせいや、なんか行った時に私、5月末で退職やったもんで、6月1日には行っとるんですね、区役所に。ほんで、6月、この年金の1年っていうのは、7月から6月までらしいですわ。だから私一旦5月末の退職で6月なんで、6月分ののみ対応してくれたんかな。すんませんけど、1ヶ月分だけですねと。7月から、1年間、翌年の6月分まではまた7月に来てくださいということをやったんですが、私その件でも動画上げとるしね、行かなあかんないの思っとったんですけど、なんかもうひょいと忘れてもらうとね、ポカッとも行ってませんにゃわ。で、もう、そのまんまいう感じで。っていうことです。はい。だから、覚えといてもらいたいっていうか、覚えとかなあかんのは、この国民年金の1年間、1年間の何サイクルっちゅうの締めっちゅうてんですか。それは、普通4月から3月までですやん、大体は。けど、国民年金は7月から6月までっていうことですわ。だから私は、5月で退職やから、6月はもう申請済みで免除、7月から1年間分の6月までがまだ申請しなかったんで、こうやって払いをできたっていうことですわ。で、その時年金事務所でね、区役所に行ったら用紙に出るなという話で、入ってくださいいうことで、何々必要ですと。何やったかいな、あれが必要や言うてね、離職票を持っていてください言うてね、さようかみたいな。ほんで、コロナの影響でね、退職したんですけど言うていう話したら、みたいなね、あ、それやったらどうのこうのみたいな。ほんなら、コロナじゃない失業とコロナやからの失業なんか違いあるんですかって言ったら、あるようなこと言い張るんですね。それがこう具体的にどうこういうことじゃなく、なんか臨時特例とかやれないんやらどうのこうの言ってね。んなら、私はどない言うていっていいんですか言ったら、コロナで失業って言うた方がいいです言うて、さよかみたいな。まあ6月の時もそんな言うたな思って、ほんでまあ行ってきたんですけど、で、その私の場合ね、離職票がもうどこ行ったかわからなかったんですよ、その時点では。今は見つかりましたけど、前は思って離職票なしで行ったれ思って、行って、で、念のため、ハローワークのね、ハローワークの書類も一式持って行っとったんですよ。ほんなら、それがビンゴやって、
離職票は絶対いるって言いよったんですけど、いやちょっと探してもおませんねんで、ほんなら、ハローワークの持ってきてますけど言ったら、あそれで行けますせみたいな話で、で結局ハローワークのね雇用保険受給資格者証いうなんかこうこういうやつね、あの写真の貼ってるやつ自分の、で離職年月日がいついつの、離職理由がいついつのみたいな書いてるやつですね、それをが OK で、なこれコピー取らせてくださいということで、離職票がなくても雇用ハローワークの雇用保険受給資格者証いうのがあれば OK です。で、免除について、いや私コロナですねんけど、そこをちゃんとやって分かってもらえてるんかなって言うたら、いやもうコロナもヘチマも関係ありませんねん言うて、その役所の窓口の女の人はね、言うて、年金事務所のおばさんはあのコロナって言わんとあかんでって聞いてきてますねんけどって言うたけど、言ったんですけどね、その区役所の窓口のおばさんはね、いやもうコロナもヘチマもおませんねん、失業やったらもう何で失業しようが一緒ですわみたいなことやって、それまたなんかややこしいなぁ思って、ほんで帰って、まあこういうのあの動画の準備とかしとったらね、そこで思ったんですけどね、その離職票やったら自己都合退職になってるんですよ。ですけど私の場合はコロナの影響っていうよりも本人に基礎疾患があるいうことで自分から離職した場合、特定受給資格者いうことになるんですね。だから私のこの雇用保険受給資格者証は、離職理由が最初が40番やったんですね、自己都合、それが32番に変わっとるんですね。だからこれイコール特定受給資格者いうて解雇と同じ扱いになっとるんですね。だからその区役所の窓口の人は、私は雇用保険受給資格者証を見てやってるから、こいつは解雇同様のやつや言うてね、判断してくれたから、多分そういうコロナも関係おまへんで、すぐやったらよろしいですっていうことをやったんやと今勝手に思ったんですけどね。だから普通の自己都合の人やったら、もうコロナでって言わなあきませんね、このタイミングで行く場合は、解雇とかの特定受給資格者の場合はもうコロナも必要もないことですね、多分免除になるでしょう。これもね、はっきり言いませんね、そんな免除確定やと思うんですね。ただ確定とは絶対言いようなんですからね。だからその辺もね、不安な材料になってくると思うんですけど、はい。ということで、みんな喋ったかな。何が言いたいかって、もう10月なんでね、あれなんですけど、要は7月に行っとかなあかんかったいう話ですわ。けどまだ行けてない人は今からでも免除の申請行けるっていうことですわ。はい、その場合はコロナでって言うっていうことですわ。もしくはまあ会社都合での場合、失業の場合はもうそのまま免除になると思います。はい、私もね、何回もこの国民年金関係でね動画上げさせてもらってるんですけど、なんかもうこれコロッと抜けとったね。あと健康保険はまた後日に動画上げますけど、こっちもねなんかいまいちなんですよね。はい、ということで、国民年金の免除の申請は7月。
だから私の場合は令和3年来年の7月か7月前にはいかんとあかんということですね。はい、っていうことです。自分に言うとこれ自分記録なんでね、自分に言い聞かせてるみたいなことで、でもしね参考になったない人おったらね、まあまあそれはそれで、よかったなとそう思います。はい、んだっけかな、でも喋ったかな。はいはい、ということでありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。